舞島ベースボールスタジアムは大阪府大阪市の花区の舞島スポーツアイランド内にある野球場で1996年4月に会場。大阪市ティ信用金庫が命名権を取得した2017年6月15日からは大阪市ティ信用金庫スタジアムという故障を用いている。一下の本文中には便宜上、大阪市ティ信用金庫が 命名権を取得するまでの、舞島ベースボールスタジアムを、舞島スタジアム、命名権取得後の同スタジアムを、シティシンキンスタジアムと略記する。ホームページでは、NPB オリックスバファローズ2軍の本拠地として2016年に、当スタジアムの近隣へ建設された、舞島バファローズスタジアムについても述べる。舞島スタジアムは、大阪市の建設によって1996年に、 完成。2008年のオリンピック招致が実現した暁には野球競技の会場として用いられる予定であったが招致には至らなかった。2016年3月31日までは大阪市が保有した上で水野グループが指定管理者として運営管理を担っていた。NPB のオリックスバファローズでは球団創設1年目の1989年から ファームチームの本拠地を神戸総合運動公園野球場内のグリーンスタジアム神戸サブ球場に設定。チーム名をオリックスブルーウェーブに変更した1991年以降は一軍の本拠地も同公園内のグリーンスタジアム神戸に置いていた。オリックス球団は2004年のシーズン終了後に大阪近鉄バファローズとの球団統合によってチーム名を オリックスバファローズに変更。2005年から2007年までは合併に伴う暫定措置として近鉄最後の一軍本拠地であった大阪市西区の大阪ドームとグリーンスタジアム神戸を一軍の本拠地として扱っていた。暫定措置期間が終了した2008年以降は一軍の本拠地を大阪ドームに集約させながらグリーンスタジアム神戸も 純本拠地扱いで主催試合を随時実施している。一方の二軍では近鉄との合併後も神戸サブ球場を本拠地に使用していた。しかし当時サブ球場の周辺にあった球団関連施設で老朽化が年々進行。選手の練習や青島間での生活などにも支障をきたすようになったためオリックス球団では2010年代の前半から二軍の本拠地を 舞島スタジアムへ移転することを検討してきた大阪ドームと同じ大阪市内の舞島を移転先に定めた背景には大阪市がオリンピックの招致を視野にスポーツ関連の施設を整備してきたことや自動車を利用すれば往復が短時間で済むほどドームに近いことなどが挙げられている大阪市は2015年12月7日に舞島スタジアムの敷地及び スタジアム北西部の市所有地の活用に関する一般、競争入札を実施。この入札に大阪市ドームが参加したところ、月額599万円の賃料を大阪市へ支払うことを条件に、2016年4月1日から50年間に、渡って当該土地の定期借地権を取得することが決まった。また、舞島スタジアムも入札と同時に6400万円で、 大阪式ドームへ売却。オリックス球団では、以上の取引が成立したことを受けて、本拠地の移転計画を正式に発表した。2016年には、舞島野球場北西洋地に、第二球場、室内練習場、選手寮の青東館を新設。2017年シーズンからは、初代の青東館を閉鎖した上で、以上の施設の稼働を始めた。ちなみに、 オリックス球団による二軍本拠地の移転計画では、当初、ウエスタンリーグ主幹試合の大半を、マイシマスタジアムで開催することを想定していた。しかし、アマチュア野球での使用を優先するため、2017年には、ライター照明設備のないサブ球場での未公式戦を開催。前年まで本拠地、練習場として利用した神戸サブ球場をはじめ、 近畿圏内の他球場でも一部の公式戦を引き続き実施している。オリックスバファローズ概要及びオリックスバファローズ歴代本拠地も参照命名権契約によるスタジアム名の解消。編集大阪市地信用金庫の前身にあたる大阪市信用金庫では大阪市内に本社を置いていた円で舞島スタジアムの建設費の一部を大阪市に寄付。 また、スタジアムの会場1年目から、大阪府春季少年軟式野球大会を開催してきた。大阪市信用金庫、大阪東信用金庫、大福信用金庫との対等合併による大阪市信用金庫の設立以降も、大阪市信用金庫が存続会社になった関係で、大会の特別協賛を続けている。上記の活動を背景に、 大阪市ティ信用金庫では2017年6月15日付で、舞島スタジアムのネーミングライツ契約を大阪市ティドームとの間で締結した。契約期間は同日から3年間で、期間中には大阪市ティ信用金庫スタジアムという名称と、市ティ新金スタという略称を使用する。なお、解消後の2019年11月12日には、 NPB の12球団合同トライアウトを初めて開催した。サブ球場の解消、編集オリックス球団では2018年1月22日付で、舞島サブ球場を舞島バファローズスタジアムに解消。その一方で、ウエスタンリーグ主幹試合の一部をシティシンキンスタジアムでのナイトゲームに当てるようになった。この背景には、 マ島サブ球場時代の2017年に開催した公式戦が全試合でゲームであったことから屋外球場における夜間の環境やナイトゲームが大半を占める一軍のタイムスケジュールを若手選手に体感させる必要性が球団内で高まったことが挙げられている。さらに2019年1月28日付で太陽建設が大阪式ドームとの間で サブ球場のネーミングライツ契約を締結。契約期間中には、オセアンバファローズスタジアムマシ島という名称と、オセアン BS という略称を使用する。公認野球規則で定められた、現代のプロ野球用野球場の基準を満たしているばかりか、努力義務もおおむね達成するほどの規模を備えた極めて、近代的な球場でアマチュア野球のトーナメントや少年野球の試合を、 中心に使われている。プレイグラウンドは中堅122メートル、両翼100メートルと広く天然芝で整備。ナイター照明設備、電光掲示板、アナウンス設備があるほか、ベンチ裏にはシャワー、縦長の鏡、ブルペンなどを設けている。ただし、大阪湾に近いため常に海風が吹く。また、スタンドには屋根が一切設けられていない。 大阪市から大阪式ドームへの払い下げ後は一般に開放する時間帯を9時21時として毎日6枠の利用枠を設定大阪式ドームがファックス限定で予約を受け付けた後に抽選で利用者を決定するなおファックスでの予約受付期間中に申し込みのなかった利用枠については後日に先着順で電話による予約を受け付ける三塁側の場外に駐車場 左翼の場外に青東館と室内練習場が隣接する球場でプレイグラウンドの広さは舞島スタジアムと共通。ナイター照明設備がないため試合や練習での使用は日中に限られる。その一方で会場と同時に一塁、側ベンチとブルペンの間にファンサービスゾーンが設けられた。NPB 球団の本拠地では1二軍を通じて初めての施設で オリックスの主催試合で使用する場合には、選手とファンによるハイタッチなどのイベントを毎試合実施している。ただし、公認野球規則などの規定との兼ね合いで、観客席には使用できない。また、ネット裏にあるスタンドには、屋根が一切設けられていない。左中間のラバーフェンスの後方には、スコアボードと同じ高さの支柱を立てた上で、黒色の網をバックスクリーンガールに貼っている。 球場が大阪湾の近くにある関係で、日本の球場で広く用いられている壁上のバックスクリーンでは、強風で倒れる可能性があることを踏まえた措置だが、2019年シーズンまでは、全幅が狭く目の荒い網が用いられていた。このため、試合中に大阪湾の方向から西日が差すと、左中間方向の飛球が見にくくなっていた。また、サイドスロー投手の投球を、 バッターボックスから眺めた場合に、当該当主の利き腕が布の端からはみ出しているように見えることも指摘されていた。同年12月の改修工事では、支柱を増やすとともに、従来に比べて、全幅の広い網を三重に巻いた状態で支柱に貼ることによって、以上の問題の解消を図っている。なお、球場の外周には、完成の当初から選手用の走路が設けられている。 もっとも2018年シーズンまでは球場と走路を隔てるフェンスが低く打撃練習中や試合中に打球が走路へ飛び込んでいた。走路にいる選手やコーチを打球が直撃する事態にも至ったことからオリックスの2軍が宮崎春季キャンプで大阪を離れていた2019年2月に本格的な改修工事を実施。走路の頭上や球場周辺にネットを張ったほか 1.3類、側ベンチの前に付設されている人工芝のスペースを拡大することによって安全性とプレーの快適さの向上を図った。2020年シーズンには新型コロナウイルスへの感染拡大を防ぐ目的でオリックス2軍の主催全試合で投球場を使用。6月26日から28日のホーム、開幕カードのみ無観客試合として開催した後に、 7月12日の対福岡ソフトバンクホークス戦から条件付きで観客の入場を認めている。舞島ベースボールスタジアムのグラウンド前景、両球場とも周辺に駐車スペースが多いが、最寄りの鉄道の駅から遠い上にバスの本数も少ないため、公共交通機関を使っての移動は必ずしも容易ではない。ありがとうございます。